市川いいところが多いね。緑もあるし琵琶湖もあるし、いやこれからちょっとお出かけ楽しみになってきたな。マスターにはお出かけとか遠いと思うけど。何をおっしゃるのじゃ、僕ほど滋賀を愛している人間はいないですよ。僕結婚する相手はね、琵琶湖という名前の人に決めてるんですよ。でも多分あずさという名前の人になると思うんですけどね。絶対違います。まあ、ただね、今はコロナですからね、出かけません、出かけません。まあ、確かにまだちょっと気は使うよね。せやけどね、もうコロナが収まったらね、ここ宿泊施設にしようと思ってるんですよ。このカフェを、一泊二コーヒー付きのね、ここをね、あの宿泊施設にしようと思ってるんです。こんな狭いのに、どこで寝るの？やっぱり寝る、寝るんだったら、まあこのカウンターかな。これはプラス3000円、プラス3000円。ここで3000円で高すぎ。お風呂はどうすんのさ。やっぱ入る。ほんなら流し台、流し台、流し台で、プラス3000円。3000円すっきゃね。そんなんで絶対誰も泊まりません。なんで、一泊にコーヒー付きで、5万8000円ぐらいかな。高すぎ。マスターは本当にケチすぎる。これはアフターコロナのね、新しい観光スタイル、ニューツーリングいうやつやね。ニューツーリズム、もう以前もちょっとやったでしょ。もうマスターはシガリズムに触れて心のリズムを整えていくです。はい。止まりません。止まりません。価格とサービスが全く釣り合ってませんね。生まれて初めてですよ、2コーヒー付きって聞いたの。本当に。本当に。さて、今日の滋賀経済ナウビズラボでは、滋賀の観光と物産の振興と発展のためにさまざまな事業を展開されている公益社団法人琵琶湖ビジターズビューローをご紹介します。コロナ禍で落ち込んでいる滋賀の観光をどのように立て直していくのか、今日はゲストをお招きしてたっぷりとお話を聞きます。そして、はい、ビズログでご紹介したいのが人的資本という概念なんですね。人を消費する資源と考えてきた時代から、人を価値あるですね、ものを生み出す資本と捉える考え方に入ってきたんですよ。そういう、まあ、時代になりました。で、その変化の背景にあるものは何か、そして変化によって何が生まれようとしているのか解説します。ではコマーシャルを挟んでビズラボからお届けします。ビズラボです。今日ご紹介するのは公益社団法人琵琶湖ビジターズビューローです。平成15年に社団法人滋賀県観光連盟が名称変更した組織で、今年設立70周年を迎えました。滋賀の観光と物産の振興及び発展のためにさまざまな事業を展開されていますよね。滋賀県ってね、観光資源本当に豊富なんですよね。まあ、だからこそコロナ禍での大きな打撃、影響を受けたと思うんですけれども、そこからどのようにですね、立ち直りを見せるか、いろんな対応してきたと思いますから、注目して聞きたいですね。知りたいですね。ということで、今日はゲストをお招きしました。ご紹介しましょう。公益社団法人琵琶湖ビジターズビューローの専務理事西川直春さん、そして海外誘客部長の原田義和さん、物産振興部長の沖秀夫さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滋賀の観光と物産の振興及び発展のためにさまざまな事業を展開されているということですが、具体的にはどういったことをされているんですか？はい、ありがとうございます。ビジターズビューローという名前のその中に、こう我々のこう活動が込められておりまして、例えば観光のために来ていただくお客様だけではなくて、この全国大会で滋賀県に来られるとか、あるいは修学旅行で滋賀県に来られるとか、あるいはまた美味しいものを食べに滋賀県に来られるとか、いろんな目的を持って滋賀県をご訪問いただく方、ビジターズを対象に事業展開しているビューロ組織でございます。で、その活動にあたりましては5つの部会を作っておりまして、国内旅行誘致部会、教育旅行部会、コンベンション部会、インバウンド部会、そして物産振興部会、この5つの部会を作って活動を行っております。
国内旅行誘致部会はキャンペーンなどを通じて滋賀の魅力を発信しまして、全国各地から滋賀県にお客様を呼んでくるということで、旅行会社への商談会とか営業活動を行っております。教育旅行部会は全国の中学校、高校から高校を滋賀県に修学旅行として来てほしいという誘致活動を取り組んでおりまして、直接全国の旅行会社に出向いて、キャラバンと呼んでるんですけど、誘致活動に出向いております。コンベンション部会の方は医学関係の学会とか、例えば環境とか福祉などの全国大会で、また数は少ないんですけども国際大会、こうした大会を滋賀県で開催していただけるように誘致活動をしております。原田さん、早くインバウンド戻ってくるといいですね。はい、そうですね。もうずっと2年近くもう全然行き来ができないという状態でしたので、やっと最近ね、少し緩和されてきたなという感じがありますので頑張りたいなと思っています。インバウンド部会の方でですね、滋賀県にたくさんお客さんの来ていただいている台湾、それから中国、こちらの地区を東アジア重点市場ということで構えております。またそれ以外の欧米豪の地域を開拓市場ということで位置づけております。で、世界各国からですね、滋賀県へ誘客をして、たくさんのお客さんに来ていただくという事業を展開させていただいております。特に重点市場の台湾の方でですね、特に台湾の中南部の方は雪を見たことがないという方が多いものですから、スノーリゾートを PR するという事業を展開しています。また、中国につきましては、湖南省の方にですね、滋賀県の誘客経済促進センターという事務所が置かれてまして、こちらの方と連携しながらいろんな事業を展開しているということを進めております。沖さん、滋賀には魅力的な物産がたくさんありますものね。はい、物産振興部では滋賀県の特産品を県内外の皆様に広く知ってもらうための PR を行っています。一つ目は物産展の開催です。首都圏では日本橋高島や、関西ではあべのハルカス、京都伊勢丹、そして今年からは名古屋松坂屋でも開催しました。会場では物産展の販売だけでなく、観光案内や魅力の発信も行い、多くの人に滋賀県に来てもらえるよう PR も行っています。また県内でも地元の素晴らしい特産や素晴らしい伝統工芸品を県民の皆様により深く知ってもらうため、県内の大型販売店で物産販売会を行っています。2つ目は県特産品の販路拡大のための商談会です。百貨店やスーパー、またホテルや旅館からバイヤーをお招きし、県内業者様と商談会の場を設けております。バイヤーから滋賀の素晴らしい商品を改めて知ったという感想を大変多くいただいており、滋賀県特産品の PR と販路の拡大につながっております。どれも大事な部会です。滋賀県だけに限ったことではないんですけれど、観光に大きな影響を及ぼしているのはやはりコロナ禍だと思うんですが、大きな影響が出ておりまして、滋賀県の延べ観光入り込み客数にそのことが現れてまして、グラフをご覧いただきたいんですけども、緑の線がコロナ前の令和元年度の観光入り込み客数の月別の推移です。このグラフから分かりますように、春の観光シーズンであります4月5月、そしてアウトドアの盛んな8月、そしてまたモミジの美しい11月なんですけども、この時期に観光の入り込み客数が大きく落ち込んでいるのは分かると思います。そうですね。このグラフから減少していることが一目瞭然でもあり、またシーズン、再繁忙期のシーズンがですね、大きく落ち込んでいるのが分かりますよね。そのような中で、何かですね、対応策って講じられてきていると思うんですけども、どのようなことをされてきたんですか？ありがとうございます。昨年度、令和3年度なんですけども、県の方で予算措置いただきまして、支援施策を県とビューローが一緒になって取り組んでまいりました。ご覧のように、今こそ滋賀を旅しようは、滋賀県版の GoTo 事業なんですけども、滋賀県内で宿泊された方に宿泊料を助成しまして、で加えましてお土産などをこう買っていただくときにクーポン券をお配りをいたしました。で昨年度は13万人のご利用がございました。そんなに。そして今年度、令和4年度なんですけども、引き続き、コロナ対策の支援事業を実施しているところでございます。今ほど申し上げました今こそ滋賀を旅しようですけども、これ現在の第6弾を実施しているんですけども、8月末で終了だったところを9月末まで
延長をいたしております。県民の皆様方はじめ、ぜひともこのご活用いただいて、滋賀の、いろんな観光地をお参りいただきたいというふうに思っております。その中で、コロナ禍というとですね、どうしても、価値観の変わったってことがですね、すごく大きいと思うんですよね。で私たちも外出するときに、なるべくちょっと密を避けて出かけなければならないなって思うことがやっぱり増えたと思うんです。それは生活だけに限った話じゃなくて、やっぱり観光産業、観光の場所っていうのがですね、影響を受けたことでもあると思いますけれども、いかがお考えですか？お客さんにこうたくさん来ていただくというこの量の確保の取り組みなんですけども、これは当然必要なんですけども、それに加えまして、滋賀県ならではのこう体験をしていただくという質の向上の確保、これに取り組んでいかなければならないというふうに考えております。そこで生まれてきたのが滋賀リズムという考え方でございます。ではこの滋賀リズムとはどういったことが理念となっていて、具体的にはどういった観光なんでしょうか。 VTR をご覧ください。でまずこの滋賀リズムなんですけども、滋賀県の観光の柱となる考え方ですし、新たなツーリズムの考え方ということで、新たなブランドシガリズムということで展開をしております。この理念なんですけれども、少しちょっと読ませていただきますと、琵琶湖をはじめとした自然と歩みを揃え、ゆっくり丁寧に暮らしてきた滋賀の時間の流れや暮らしを体感できる心のリズムを整える新たなツーリズムというふうな理念でやっておりまして、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、簡単に言いますと、滋賀にゆったりした時間が流れておりますと。ぜひ滋賀に来ていただいて、のんびりした、滋賀で心を癒してくださいねと、こういう考え方なのかなというふうに思っています。そしたら3つございまして、まず1つ目なんですけれども、前原市にあります山脇源平商店のところで、こちらはですね、290年前から変わらない製法でですね、近江真綿を作られている事業者さんなんですけれども、こちらにお伺いをして、この近江真綿を作る体験をしようというコンテンツです。こちらも当主の方9代目になるというふうに伺ってしてるんですけれども、この方のこの真綿の文化をですね、しっかり聞いていただいて、その後に蚕の繭からですね、一本ずつこう絹の糸を取って真綿を作っていく、その一部の体験なんですけれども、そういった貴重な体験をしていただけるようなコンテンツになってまして、時間的にはだいたい2時間ぐらいの工程になってます。それからまた2つ目なんですけれども、こちら竜王町の杉本バラ園です。でこちらバラの最高傑作と言われている、イングリッシュローズを使って、自分でバラをアレンジしてですね、自分世界に一つしかない自分の、バラのですね、フラワーアレンジメントをしていただこうという体験になりまして、生産されている方の、お話、ちょっとダジャレになるんですけど、ザックバラトークという、バラのお話もあるみたいで、これを面白おかしく、聞いていただいた中で、体験していただくと、大体1時間ぐらいの体験になりますかね。こちらも当主の方お話しされてるんですけども、綺麗な花を見ると、人は幸せになりますというようなことで、この体験をこの、コンテンツを通じて、経験していただければありがたいなというようなことをおっしゃってました。最後3つ目になります。こちら大津市のフィッシャーアーキテクトというところで、これは現役の漁師さんと一緒に、漁船に乗って琵琶湖に出て、で伝統的な、漁法のですね、はえなわ漁を体験をしていただくというコンテンツになっておりまして、こちらの自然と共存する漁師さんということで、ならではの、いろんな琵琶湖の漁師の話もありますし、琵琶湖のいろんな環境が変わっていると、こういったことの環境の変化の話ですとか、あと魚の話もいろいろと面白くお話をしていただけるということでございますので、こちら、漁師さんが非常に今減っているということで、一緒になって琵琶湖の漁業をですね、盛り上げていただけるような、こういった仲間を増やしていただきたいと、こういう理念で、コンテンツ作られているということでお伺いをしております。今言いました3つの商品に加えて、たくさん商品を作っていくんですけれども、こういったシガリズムを感じられる、コーディネーターがしっかり作った商品を、厳選したコンテンツということで、シガリズムを体験する、名前そのままなんですけども、シガリズム体験という名前でタイトルをつけまして、商品化をしていこうということで、今年度最低でも64のコンテンツを作っていきたいというふうに考えておりますし、このコンテンツは琵琶湖ビジターズビューローの、ホームページでも販売をしていきますということで、これから続々とですね、こういったコンテンツが出てまいりますので、ぜひ期待いただきたいなというふうに思っております。
自然とともにゆっくり丁寧に生きていくっていうのは滋賀ならではですよね。はい、そうです。はい、西川さん、今後の展望を教えてください。はいはい、ありがとうございます。観光は裾野の広い産業、そしてまた平和な産業と言われています。しかしコロナの収束がまだ見通せません。感染対策と経済活動の両立を図って滋賀の観光と物産をもっともっと元気にしていきたいと思っております。そして滋賀リズムの推進、今は何でもインターネットの社会です。だからこそリアルに人と出会い、また自然や文化、暮らしの営みを体感したいという気持ちは高まっています。そういった新しいニーズに応えていきたいというふうに思っております。そして滋賀リズムの推進のためにも観光や物産の事業者様だけでなくて、農林水産業の方々、そしてまた観光や福祉などさまざまなジャンルの方々とこう連携して新しい観光にチャレンジしていきたいと思っております。そして滋賀リズム、これを我々自身の発想を変えていくきっかけにもしたいと思っております。そうです、楽しみですね。そうなんですよ、コロナ禍でですね、観光って本当に大事なんだなって改めて逆に気づかされたんですよね。ですからもうないものだって明らかになりましたけれども、皆さんのおかげで滋賀ってこういうところだよってコンセプトが明らかになって、でその魅力がすごくはっきりしたんですよ。ですからもう活動自体応援したいです。リズムに乗って滋賀を巡ると気が整ってバイオリズムも整いそうですね。はい、楽しみにしています。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、ビズラボでした。ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪さんに分かりやすく教えてもらいます。さあ、今日紹介いただくのは、はい、今回ご紹介するキーワードはちょっとこちらをご覧ください。はいはい、人的資本というものなんですよね。はい、これは人材がですね、持っているスキルですとか知識、あるいはポテンシャルというものがありますよね。はい、これを利益価値を生み出すですね、資源、資本だと考えられる考え方でして、例えばマスターのカフェでいうとですね、単なるマスターのカフェであるだけじゃなくて、ダジャレですとか謎かけ、エンターテインメントの生み出すですね、その価値の創造者だと考えるわけです。そうするとカフェもそれだけの価値があると考えられるわけなんですね。やっと僕の時代が来ましたね。人的資本、のぞみちゃん、大橋が4本とちゃうよ。人的資本よ。言ってる意味が分かりません。次どうぞ。さあ、この人的資本なんですけれど、従来の人事領域では人は人的資源であるとされてきたんですが、先生、これはどういったことですか？はい、そうなんです。人的資源と人的資本というですね、考え方のちょっと相違というのがありまして、はい、まず人的資源の方からいきますとですね、こっちヒューマンリソースっていうんですよね。まさに人、人材というのを消費するための資源としかしてしか捉えないという考え方なので、いわゆる効率よくですね、人材というのはなるべく少ない人数でなるべく少ない時間で頑張ってもらって、たくさんの利益を生み出そうとしますから、もし会社の成績が悪くなったらコストっていう考え方のもとにコストカットをする、リストラをするってこともあります。それから採用の時もですね、人一人いなくなったら別に誰でもいいからまた新しい人に入ってもらえばいい、単にコストとして消費するので終わっちゃうんですよ。はい、で一方でこの人的資本っていうのは、そもそも人材、そこにその会社にいる人自体に価値があって、能力、それから今後の可能性、ポテンシャルを考えますと、この一人一人が活躍することによって企業の価値が向上すると考えるんですね。使い捨てじゃない人は、はい、ということですね。はい、ですから本気になって投資するという意味で、資源から資本というわけですね。なるほど、はい、ちょっと嬉しくなりますね。そうです、はい、人の価値がそれだけ重要になってきたということですね。そうですね。さて、この人的資本なんですが、2020年8月、アメリカ証券取引委員会が上場企業に対して人的資本に関する情報開示を義務付けました。我が日本では2022年中に上場企業向けの人的資本開示ルールの公表が予定されていて、まあ、将来的には義務化か、それに近い状態になる可能性がとても高いと言われています。
さて先生、この人的資本開示が求められるようになった背景にはどんなことがあるんですか？はい、一つにはですね、産業構造の変化というものがちょっと一つ挙げられると思うんですね。はい、で第二次産業がつまり製造業ですよね、が中心の時代の時にはものづくりってですね、たくさんのお金を借りてきて、これ資金調達、はい、そしてたくさんの設備を入れて、その工場ですとか機械がものを作る、大量生産大量消費で良かったんですよ。はい、これ有形資産という考え方になります。でところが今って第三次産業、サービス産業の時代なんですね。うん、すると次の世代、次の世界のために研究開発をしなければなりませんし、うん、アイデアをたくさん生み出す人たち、そしてブランド価値そのものに価値があると見出されてくるようになってきたんですね。うん、これ無形資産というものですね。物、形が見えないものですから、うん、物金っていう時代から人っていうものがすごく大事になってきたんですね。はい、それを表すかのように米国企業の主要500社、これ SP500 社というんですけれども、はい、その企業の価値を生み出すですね、 90% が無形資産から生み出されている、つまり形の見えないものから利益が生まれていると言われているぐらいの時代なんですね。はい、つまりその中に人っていうものが入ってます。うん、そして投資家もここに着目してまして、人に投資して価値を生み出す企業というのは企業価値が高まる、すると企業価値高まるから株価も高まるわけなんですよ。はい、すると元々の人にどれだけ投資してますかっていう情報を開示してくださいねと。はい、で私たちその指標を見てこの企業がいいですか悪いですかっていうのを判断しますというふうになってきました。なるほど。その開示ルールの骨子案として、開示すべき情報を19の項目に整理しています。まあ、漠然とじゃ分かりにくいですからね。そしてさらに4つの観点に分けられます。ご紹介していきましょう。まず一つ目の観点は人材育成です。具体的な項目としては従業員の育成ですとか研究者のこの確保状況ですね、あと後継者の育成プロセスなどがあります。どうやって人を育てているかっていうことですね。はい、さあ二つ目の観点は多様性です。多様性よく聞く言葉ですよ ね。 そうですね。男女人種などさまざまな人々に対してお宅は柔軟に対応していますか、開示してくださいねということなんです。そして3つ目の観点は健康安全です。働く社員の精神的肉体的健康が十分に守られていますか、どうですかっていうことを確認できる情報が求められています。これ大事ですよね。はい、そして4つ目の観点は労働慣行です。福利厚生の種類ですとか対象者、あとお給料の問題もありますよね。労働をめぐるあらゆるコンプライアンス違反がないかということ、それを読み取ることができますかっていう情報を求めているということなんです。まあ、ゆとり悟り世代はね、この4つ目の観点というのは非常に見てますよね。はい、特にですね、今南さんがおっしゃった中で言うと、この労働慣行に関係してですね、はい、男女別の賃金格差っていうのが今ちょっと問題になってますから、この男女別の給与給与比率というものが最初開示がですね、進んでくると思うんですけれども、どの会社もですね、人材は大事って言うんですよ。でも本当に人材を大事にしてますかっていうのがですね、この開示になったのは現れていると思いますから、これからは人材を大事にする会社っていうのはそのポテンシャルとともに企業が成長する、それぐらいの大事なことだっていう認識が必要なわけですね。本当ですよね。まあ、ステークホルダーに対してもですけど、働く側としても長く勤めるためにはどれも必要な観点ですよね。はい、本当に人は宝という時代に早くなればいいですよね。以上ビズログでした。さて今日は滋賀の観光についていろんなお話になりました。改めて考えてみると、あそこも行きたい、ここも行きたいって、滋賀ってたくさんいいところがありますよね。さあでは改めて皆さんにですね、滋賀の魅力を再発見していただきたいなと思ってお聞きします。題して滋賀県のここに行ってみたい。まずは先生から。私からですか。糸切り餅大好きなんですよ。美味しいですよね。美味しい。だから、ね、多賀大社行って、うん、でその帰りに糸切り餅食べて、はい、でそういったのを休日を過ごしたいですね。ぜひ。なぞみちゃんは、わあいっぱいあるんですけどね。最近よく見る SNS 映えするビアコバレー、ビアコテラス。もうおしゃれなカップルがおしゃれな写真をあげてるんですよ。いつか私も取り合ってあげたいです。いいですね。
ね、その日が来ることを願っております。頑張ります。私は竹島に行きたいですね。あ、うん、島全体が御神体で花崗岩でできてるんですけど、パワースポット巡りしてみたいな。いいですね。マスターはどうですか。はい、楽しかった観光旅行の思い出とかけまして、はい、人生がガラリと良くなった時と届きます。その心は天気が良かった。ありがとうございます。天気と天気、ね、天気が一番ね、はい、ありがとうございます。そこがマスターのいいところですね。ありがとうございます。これからもこの番組では滋賀のいいところ、はい、いい企業たくさん紹介していきますよ、はい、次回もどうぞお楽しみに。滋賀経済ナウ、また来週です。